スマーフは2011年に劇場公開されたアメリカ合衆国制作の 3D ファミリー映画である。ペオによるコミックスマーフを呼び、それを原作とした1980年代のテレビアニメを原作としている。ラジャ・ゴズネルが監督し、ニール・パトリック・ハリス、ハンク・アザリア、ジェイマ、メイズ、ソフィア・ベル・ガララが出演している。 ソニーピクチャーズアニメーションが初めて手掛けた CGI と実写の融合作品でスマーフ三部作の一作目である。どこかの世界にあるスマーフたちの村でブルームーンフェスティバル準備の最中にパパスマーフはスマーフたちの中でも一番のドジであるクラムジースマーフがドラゴンの杖を手にし近くの城に住む悪い魔法使いがあガめるの笑い声が鳴り響く中で スマーフたちが檻に入れられる予言を見る。パパは、予言が実現しないことを祈るが、スマーフ枝を取りに行ったクラムジーは、ガーガメルとその飼い猫アズラエルに見つかる。クラムジーは、ま一発で村に逃げ込むが、村を魔法で隠していたことがガーガメルにバレて、村に侵入される。逃げ惑うスマーフたちだが、クラムジーが道を間違えて逃げていることに気づいたパパ、スマーフェット。 グラウチースマーフ、ブレーニースマーフ、ガッツースマーフたちは彼を追いかけて、洞窟の中の崖にたどり着く。その時崖の先にある滝に、奇妙な渦巻きが生まれ、6人は吸い込まれて、現代のニューヨークに迷い込む。スマーフたちは化粧品メーカーで、広告担当するパトリックをインスローと、妻、グレースのアパートに落ち着き、元の世界へ戻るために必要な、 スターゲーザーを探しながら、ニューヨークの街を駆け回る。人間とは異なる彼らの考え方と行動に、パトリックは困惑するが、グレースは落ちこぼれのクラムジーと親しくなる。しばらくすると、スマーフたちから青いエキスを抽出して、魔法のもとにするため、渦巻きからガーガメルとアズラエルも、ニューヨークの街にやってくる。スターゲーザーを手にしたスマーフたちは、 ブルームーンが起きる日に魔法の呪文で元の世界に帰れることを知り古本屋でペイオの描いた本を見つけて無事呪文を得るがその途中でパパがガーガメルに囚われるスマーフたちは果たして全員揃って無事に村に帰れるか北米での公開日は2010年12月17日予定が201年7月29日に延期され あとに2011年8月3日に延期されるも、2011年3月25日に7月29日公開とされる。北米では3395劇場の5300スクリーンで公開され、そのうち2042カ所が 3D 劇場であった。2011年7月28日、エグジビター・リレーションズは、 スマーフの週末興行収入は2400万ドルで3位になると予想したが、一方でアナリストのジェフ・ボックはそれを上回り、ダークホースになるとした。同日ジョニー・ヤングはエンターテインメント・ウィークリー市場に、週末興行収入は3200万ドルで、カウボーイエイリアンに次2位になると予想し、チケットサービスファンダンゴの調査に、本作はチケット売上でリードしていると述べた。 スマーフは公開初日の金曜に1320万ドルを売り上げ、1300万ドルのカウボーイエイリアンを上回った。ソニーの調査によると、スマーフの観客の65%が12歳以下の子供とその両親だった。また、観客のうち64%が女性で、55%が25歳以上であった。週末工業収入の概算値は、 カウボーイエイリアン、スマーフともに3620万ドルであった。詳細値は、カウボーイエイリアンが3640万ドルで、スマーフは3560万ドルの2位であったが、工業アナリストの多くが予想していた3000万ドル以下という数字を上回った。2度目の週末は、約42%下落した2070万ドルを稼ぎ、去るの惑星 創世紀に次ぐ2位を維持した。北米の他に7カ国で同時に公開され、初週末に440万ドル、スペインだけでは400万ドルを売り上げた。2週目には42カ国まで拡大され、ほとんどの国々で1位となり、約4520万ドルを売り上げた。うち、ブラジルで665万ドル。 フランスで593万ドル、メキシコで553万ドル、ドイツで543万ドル、インドで1720万ルピーを売り上げた。批評家には概ね否定的な評価を受けた。ロッテントマトズでは116件のレビューで22%の支持率であり、平均点は10点満点で4点となった。また、メトクリティックでは22個のレビューで30点であった。 評論家には批判されたものの、シネマスコアによる観客の満足度調査では、18歳以下の観客からは、A 表情であった。アメリカのポップパンクデュオ、パニック・アット・ザ・ディスコの、レッディ・トゥ・ゴーがエンディングに使用されている。アルバム、悪徳と美徳に収録されているが、サウンドトラックには収録されていない。日本語版主題歌には、ヘ、hey, イ、セイ、ジャンプの、 マジックパワーが使用されているが、DVD とブルーレイディスクでは使用されていない。2011年8月9日、ソニーピクチャーズアニメーションは2013年8月2日に続編を公開すると発表した。2013年7月31日にアメリカでザ・スマーフズ2というタイトルで公開された。日本国内ではスマーフにアイドル救出大作戦。 のタイトルで2013年8月16日に公開された。PR 用に青色に塗り替えられたフスカル街2011年の映画公開の PR イベントの場所にスペインのアンダルシア地方のフスカルが選ばれ村の建物がキャラクターの青色に塗り替えられた。当初はイベント終了後元に戻される予定であったが現地を訪れるファンのもたらす。 経済効果が大きく塗り替えは行われないこととなった。ありがとうございます。